この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら、めちゃめちゃ綺麗なイラストですよね。ペンネームたまごさん、作品名は笑顔。内気で暗かった女の子が自分を変えたいと思い、メイクをしてメガネを取ってフリルがついた女の子らしい服を着て、普段しないような髪型にして自分に自信をつけたということで、笑顔を見せられるようになった様子を描きました。髪の毛のなびき方を見せたいという思いから、左半分の情報量が少なくなってしまい、髪以外の動きがなくイラストの見どころを作ることができませんでした。左半分の情報量の少なさをどうにかしたくて、できる限り髪の毛をキャンバス内に収めようとしてしまったため、髪の毛の動きさえ弱くなってしまった状態です。またこのイラストで一番見せたい部分をどこにしていいのかわからず、全てを描き込んだせいで顔の印象がやや弱くなってしまい、重たい印象になってしまいました。今出せる最大限の技術を使って描いたのですが、構図の引き出しが少なく、自分の表現したいものをうまく描けませんでした。斉藤直樹先生ならば、どのような構図にすることでこの女の子の満ち溢れた気持ちを最大限引き出し、また花が揺れるような涼しいふわっとした印象を与えられるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします、とのことです。ということで、今回の内容は東京コミュニケーションアート専門学校の特別講義で添削させていただいた内容をお送りしています。いや、もうまずね、ものすごいレベルが高すぎてびっくりしました。もうね、パッと見た瞬間、うわ綺麗ってね、もう書き込みも色も美しくて、もうすでにプロレベルで十分やっていける技術を持った人だなっていうふうに思いました。たまごさんの実力、思い、絵からね、ビシビシ伝わってきます。素晴らしいです。もはや添削するところなしって言いたくなっちゃうんですが、でもね、コメントを読んでいたら、あ、これは僕が言ってあげなきゃいけないなというポイントを見つけてしまいました。というか、よくぞ僕に添削を送ってくださいましたと言いたいです。っていうのは、多分たまごさん、今のこの画力を持っているということは、結構ね、生徒からも先生からも評価が高くて、たまごさんすごいってね、いつも評価が高い人だと思うんです。でもね、これあえて言うんですけど、おそらくこのタイプの人は、その評価とは裏腹に、一旦学校を離れてしまうと、なぜかあまり高い評価を得られず、結構ね、長い間、なんでだろう、なんでだろうっていう風にね、悩んでしまうタイプにも見えたんですよね。そして白状すると、まさに僕が卵さんみたいな感じの絵の描き方をしていたから、だからなんとなく自分に重なる部分もあってですね、それゆえに同じ鉄を踏んでしまうんじゃないかっていう心配もあったんですね。卵さんが感じているなんとなくしっくりきていない感じっていうのも、もしかしたらそこから来ているのかもしれません。このイラストですね、実はかなり明確な間違いを犯してしまっているんです。でもね、間違いとはいえ、クリエイターとしてはめちゃくちゃ向いている間違いとも言える場所なので、結構ね、周りの人はこのことを指摘しづらい箇所なんじゃないかと思うんですね。クリエイターには向いている、でも間違っている、その部分が何なのかちょっとね、気になるでしょう。なぜこのイラストがどの部分を一番見せたいのかわからなくなってしまったのか、その原因は何なのか、そして間違いって何なのっていうところですね、添削を通してお伝えしていければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、でね、まずね、もう最初から核心部分に触れていくんですが、このイラストのどこが間違いなのか、そのポイントがどこにあるのかっていうと、絵のね、もう見栄えはもう素晴らしいんですよ。そこは間違いではないんですが、本人が伝えたいメッセージは全然伝わらない絵になってしまっているということです。つまり、今までは内気でメガネをしていた少女が頑張って自分に自信をつけて笑顔を見せられるようになったっていう部分です。その部分がね、もう残念ながら絵から一個もわかんないんですね。これね、ファインアートの世界だったら、作者自身のストーリーも合わせて打ち出していくことで、このやり方でもね、解決できるのかもしれませんが、イラストってあくまで絵の上で、それをメッセージとして見ている人に理解させなければいけないので、そこが絵から伝わらないっていうのは結構ね、致命的なんですよ。なので、過去の暗かった自分を絵に含める必要があります。やり方はね、いろいろあるんですが、例えばこうします。はい、まずは女の子のすぐ横に当たりを取っていきます。ここにですね、過去の暗かった自分を配置しているんですね。一応もっと明確に対比させたいなら、
決別した過去の自分っていうことで、女の子の後ろにね、ここに持ってくるっていうことで、さらに分かりやすい対比を作れるんですが、そこまでやっちゃうとね、過去の自分を全否定みたいになっちゃうのと、あとは単純にね、この頭の後ろのこの花が綺麗に描けているので、それがね隠れちゃうのでね、今回は前の方に持ってこようかなっていうふうに思いました。ちょっと構図的に人物をもう少し真ん中に持ってきてもいいかもしれませんね。こんな風にこのぐらいですね。途切れた部分も少し書き足します。はい、そしたらですね、今書いたあたりに沿って線画を書いていきます。やってみます。はい、自信なさげにうつむいて、メガネをかけて、さらに前髪を隠しているような、そんな昔の自分をバックに描いてみました。特に目線は今の自分との対比で下を向けることで、今はまっすぐ前を向いているけど、過去の自分は自信なく下ばかりを見てうつむいていたっていうことが分かりやすくなると思うので、今の自分との描き分けを強く意識していきます。さらにね、手を上手に使っていくといいかもしれませんね。やってみます。はい、前髪をちょっと下に引っ張りながら、顔をさらに隠しているみたいなね、そういうネガティブなニュアンスを手をつけることで、さらに強調することができると思います。僕はいつもですね、手を画面の中に入れる方がいいよ、そっちの方が見栄えが良くなるよって言ってるんですが、それには感情表現を強調できるからという意味も含まれます。手は画面に入れる時には、どういう手の表情をさせたら画面の中にいるキャラクターの感情をもっと増幅できるのか、見ている人にそれを伝えられるのか、その観点を強く意識してみるとすごく効果的になると思います。で、ただね、これだけだとまだ不十分です。このままですね、このグレーの部分を例えばこの今の自分と同じカラーリングにしてしまうと、あれ、なんか双子かなとか、あとはあるいは別のキャラクターなのかなっていうふうに誤解が生まれてしまう心配があります。そうなっちゃうと、今描いた部分のせいでさらに伝わりにくい逆効果の工夫になってしまいますので、それを解決して、こっちは過去の自分なんだよっていうのを分かりやすく表現しなければいけません。どうするのかっていうと、例えばこうするのが一つのアイディアです。はい、過去の自分は単色にしてしまって、この部分は実体として今存在していないんだよ、あくまで概念として書いている部分なんだよ、ということを色分けによって明確に書き分けてしまう手があります。こうすることで、この部分とこの部分はなんか違う意味合いなのねっていうことが視覚的に分かりやすくなるので、書かれている内容をヒントに見ている側が意味を読み取りやすくなるんです。イラストってですね、言葉を使って説明できない分、こういう視覚効果を使ってメッセージを補完していくやり方が使われます。今回はね、コメントを使って絵の意味を僕に説明できましたが、そういうことができる場って実はレアで、普通は絵だけを見て判断されることがほとんどなので、この絵、自分が伝えたいメッセージを絵だけで分からせられるのかなってね、自問自答してみる癖は特にプロを目指す場合には大事だと思います。さあ、このままでも十分なんですが、ちょっとね、この部分色が沈みすぎてしまった場合には、部分的に少し持ち上げてみるのもいいかもしれません。こんな風に、はい、ハードライトレイヤーで部分的に色を明るく持ち上げました。こんな風に、せっかくね、全体的に綺麗な色合いですから、過去のネガティブな表現とはいえ、それはそれで表現してあげたいという気持ちがありますね。過去の自分についても完全に汚く描くわけではなく、ここに感触があるからこそ鮮やかな暖色の部分が引き立ってるよねっていう、そういうバランスにしてあげることで、今の自分も好きだけど、でも過去の自分も好き、後になってよく考えてみたら、過去のあの時代の自分がいたからこそ今こうやって輝けている私もいるんだなっていう、自分自身で
過去を肯定的に捉えてあげられるようなそういうね絵作りにしてあげたいなというふうに思いました。過去の自分の部分についてはこんな感じですね。さあ、それでは今の自分の部分の添削に移っていきましょう。このね手前の部分です。といってもこっちは本当によく描けているのであんまり直す部分はありません、まあ、そのぐらいよく描けているイラストだと思います。ただ一箇所明確に直すべきだと僕が感じるのはこの部分です。はい、お花をね消しちゃいました。いやーこれねすごくよく描けていたお花だったので心苦しいんですけど、このお花の代わりに何を描くのかっていうと、もうね多分勘のいい人は分かったかもしれません。これですね。はい、メガネです。過去の自分と今の自分、それを明確に分からせるためのアイテムとしてメガネは共通させて描いてあげないと絵の意味が分かりづらくなってしまうからです。メガネの色は黒縁でもいいんですが、この過去の自分の表現と関連付けてあげるとさらに分かりやすくなると思うので、あえてここはこの部分の色と同じような色にしてあげて、メガネを取ることで過去の自分を脱ぎ捨てたんだっていう過去のメタファーとして描くのがいいと思いました。まあでも一方でね、花はモチーフとしては魅力的で、もしかしたらね、このイラストを見たとき、あ、たまごさんはもしかしたらこの花を描きたくて、で、それに合わせて絵の内容を後で考えたのかもっていう風にね、思わせられたくらい花が素敵だったんですが、僕はね、そういう絵の描き方をする人ってかなりクリエイターに向いている人だと思うんですよね。まずはもう描きたいものが強烈に先にあって、それを活かすためにテーマや内容を後で考えるっていう、そういう意味でこの添削の最初の方で、この人はクリエイターに向いているなってそう言ったんですね。でも一方で花を描きたいっていう衝動がね抑えきれずに、このねバッグだけじゃなくて手にも花を持たせてしまった。でもこの絵の内容からすると、ここでね描かれている花はこの子が輝いているっていうことを象徴するメタファーとして描かれているので、実物の花をこの子が持つ必要ってねよく考えたらないんですよね。だってこの子自体が花なんだから。そうじゃなくて、この子が持っているべきなのは綺麗なお花ではなくて、過去との決別の象徴、脱ぎ捨てたメガネです。メガネを脱いだシーンを描くことで、この絵は過去の暗かった自分とさよならできたよっていう、そういうメッセージが加わって誰にでも分かるような絵として完成できるっていうわけなんです。まあ、今言ったことってね、たまに絵作りや見栄え、さらに言えばクリエイターとしてこういう絵を描きたいっていう最初に感じた衝動をちょっとね犠牲にしなければいけない局面も出てくるので、かなりねバランスを取るのが難しい部分なんです。でもね、たまごさんにはあえてその部分をお伝えしようと思いました。なぜかっていうと、第三者に伝わりやすい絵にするっていう、そういうことをおろそかにしてしまうと、いくら素晴らしい絵を描いても誰にも分かってもらえず、認められない期間が長くなってしまうからです。僕もねそういう経験をしてきたので、ちょっとね厳しいことを言うようですが、このことは僕から伝えなきゃいけないなっていうふうに思ったんですね。まあこれね、多分今見ていてちょっとわからんっていう人ももちろんいると思います。もうそのぐらい難しいこと言っています。でもね、そういう人でももう少し経ってみてからこの動画を見返してみると、あ、そういう意味だったのかっていうふうに分かってくれる日が来ると思うんです。今分からなかったよっていう人はですね、ぜひ何度か動画を見てみてください。さあ、過去の自分を描くことで奥の髪の毛ががっつりと消えてしまったので、その部分を補完していこうと思います。
はい、こんな感じです。このね、添削前の柔らかな髪の毛のニュアンスが消えてしまうので、ちょっとね、この部分残念な部分ではあるんですが、そこを少し犠牲にしてでも絵に含まれるメッセージを分かりやすく第三者に伝えるっていう部分を優先することがこの場合には重要だと思いますね。まあ、ただね、あまりにも犠牲にしたくないので、このね、ここのスペースでできる限り髪の毛の柔らかさを表現しようと頑張ってみました。あとはこれも重箱の隅をつつくような部分にはなってくるんですが、少し気になった部分としてここがありますね。はい、目の下の部分なんですが、前と後、前と後、これわかるかな。ちょっとアップにしてもう一回やりますね。前と後、前と後です。この部分にあまりにもハイライトを入れすぎると、ちょっとね、泣いているようなニュアンスが含まれるんですよね。まあ、泣いている顔を描きたいときには有効なんですが、この場合にはあまり泣いている必要はないのかなっていうふうに思いますので、好みではあるんですけど、少しだけ目の潤いを軽減してみました。超細かいですよね。あとは細かいついでにここですね。はい、口元についてもちょっと下唇が受け口みたいに見えてしまったので、少しだけね、調整しました。こんな感じです。これもね、微妙な変化です。特にね、唇のハイライトを前につけてしまうと、ちょっとだけですね、下唇がせり出しているように見えてしまう場合があるので、そこはね、注意ですね。さあ、最後の仕上げです。背景の添削をしていきましょう。まずは背景の色味を少しだけ調整します。はい、今何をやったのかっていうと、過去の自分、周りの背景を少しだけ鮮やかに調整しました。こんな感じですね。こうすることによって、ここに色のぶつかり合いが発生しますので、目線がここに集中して、たまごさんが気にされていたどこを見ていいのかわからない問題が解決できると思います。さらにこれもちょっとしたことですが、こうしてみましょうか。はい、背景のシルエットを少し調整してみました。添削前は画面の端の方にね、少しだけ白い空間があったので、逆に言えばこれを全部埋めてしまってもいいんですが、あえてこんな風にね、白く切り抜いた絵にしてあげても透明感があっていい絵になると思いますね。それと仕上げにこうでしょうか。はい、さっきはですね、左上にこの大きなパーティクルがあったんですが、これだけ浮いちゃっているので、ちゃんと絵の上に乗せてあげて数を増やしてあげてもいいかもしれませんね。はい、アクセントとして少し小さなパーティクルも追加していきましょう。はい、ごめんなさい、このメガネの部分非表示にしたまま進めてしまっていましたね。元に戻しました。さらに小さなパーティクル表現も追加しました。こういう小さなパーティクルをつけてあげると、そこに密度が集中するので、さらに目を引き込むための装置として機能してくれますね。もう少しはっきりと視線コントロールをしたい場合には、こういう工夫もってですね。はい、少しパーティクルの周りを線で強調してみました。まあ、これは好みでしょうかね。柔らかさを重視したい場合には入れなくても全然大丈夫です。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。もうね、絵の見栄え的にはもうどっちもどっち、添削後が良くなったっていうわけではないと思います。もうそのぐらいね、最初からレベルの高いイラストでした。ですが、伝えたいメッセージがある場合、
その場合には足さなければいけない情報、そして引かなければいけない情報があるんだよっていうことはね、この添削を通して伝えたかった部分です。ぜひ意識してみてください。また今回の添削はかなりレベルの高い添削でした。内容を第三者に伝えやすくするにはどうすればいいのか、誰にとっても難しいテーマだったと思います。そしてね、メッセージを伝えるためには実は一番重要なのって構図だったりもします。構図の切り方一つで分かりやすい絵、分かりにくい絵、その明暗がね分かれてしまう危険性があるんです。もうね、頑張って描いたのに分かりづらいって言われるの、できれば避けたいじゃないですか。その危険性を簡単に回避できる方法をお伝えした動画、知らないとやばい絵を簡単に魅力的にする構図5選がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてくださいね。いきますよ。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。